もう早速呼んじゃっていいの？呼んじゃいましょう。はい。じゃあ本日コラボさせていただきます稲葉はねるちゃんです。よろしくお願いします。はーい、今日も元気に3000、6000イマージャン歴6ヶ月の組長稲葉はねるです。よろしくお願いします。お願いします。6ヶ月なんだそう、6ヶ月になりました。やっとなんか僕天海司さん友達で、ああそうですよね、はい、稲葉はねるは嘘ついてんすよといつも言ってくるんですよあの人あれ10年はやってますって言ってたんですけど待ってくださいすごく今数字がいい人とかの人の配信結構見て勉強しようかなって最初は思ってたんですよね。おいプロが勉強するんですか？いや勉強してますよ。はねるちゃんの配信結構見てますよ。やっぱり同じ麻雀をやるにしろこういう伝え方があるんだとかこういう表現かわいいなとか。なるほど。結構、はい。じゃあはねまんは何の略かどういう意味かもご存知ですか？はねまんは、はねまんはうっすら分かってます、はい、ちゃんと。ちゃんと分かってます、はい。いつだと分かってらっしゃる、はい、よかったです、はい、なんで分かるんだろう役がね、そうなんで分かるんだ。789を鳴くとね、まず単ヤオがなくなるとだいたい役牌になるんだよね。途中まではね、端っこだけのやつちゃんたね、ちゃんたやってたね。うん、いや上手だからは読めるんだよ。もしかしてやっぱプロの方なの？いや違います、適当に言ってます。あそっか、なんだびっくりした。適当に言っても勘がいいっていうかね、適当に言っても当たっちゃうんだよ、ね、あびっくりした。まさか、まあそうですよね。そうそうそう、プロの方はこんな VTuber ばっかり見る暇あるわけないですしね。それ怒られますよそんなプロ。なんか明日もそう M リーグってやつがあるらしくて、そんなもんな、こんな遊んでたら怒られますよプロだったら、はい、そうですよね、はい、プロだったらやっぱ怒られますね。怒られると思います。うん、全然はい、うん、僕怒られたら、本当の話すると怒られたらすぐやめようと思ってるプロの方を、うん、そうなんかね、麻雀の控え室っていうのがあって、はいはい、そう控え室でいつも大きいモニターで、YouTube がもうリモコンに入っちゃってるいいテレビなんですよ。で大きいテレビで YouTube 見てるんですよ。で YouTube って検索履歴あるじゃないですか、はいはい、でだから僕が VTuber ばっかり見てることがね、全プロが知ってます、はいそうそうなんだ。試合会場のテレビ全部僕が大体見てるんで、はい。わあこれダメだったかな、多分。ダメだった？ダメだったかもって言ってるよ。チーピンの。分かんなかった。チーピンかな？いや。あ。なーんでー。まあまあ一応。いやなんか。あ、分かった。はいはいはい。トン三曲一本場って出せますか？はい、意味わかんなかった。これわかんないね。うん。訳わかんなかったんだこれ。いやこれは、これは僕もわかんないわ。これ三か一ピンか。はい。どっちか聞こうと思って。なるほど。この三三四のところかどれかなってずっと悩んで。うん、これ実は3ピンとチーピンは僕は切らないんですよね。これはピンズってその2334って考えないで、3が1個余ってるって考えないで、23の両面と34の両面って僕は考えるんですよ。ほいでピン上の方はウッパーピンと6球ピン両方使えるなって考えるんで、実は僕はこのパイシはリャンウーマンとサブローソーどっちがいいかなって考えるんで、この時にリャンウーマンが2個出ちゃってるから、本当だ、そうだから、そうだな、切るんだったら僕はですけどスーワンとか切ったりウーソーとか切ったりしちゃうんですけど、ちょっとそれ難しすぎるかな、1234統一難しすぎるかな、なんて教えたらいい、
これ時間が足りなくなるんじゃない？時間足りないですよね。これは普通にむずいです。これ本当に難しいんですよね。ちょっと数万打つのもやりすぎな感じがするんで。嘘っすかね。嘘とかほぐした方がいいんかな。これはねちょっと難しいっすわ、ハネルちゃん。難しい。はい、これはね答えがあんまりないですわ。ピンズはとにかく、とにかく3ピンとチーピンは切んない方がいい気がしますよ。わかりました。他の部分を切った方がいいかもしれない。結構大事にしていいんだ。大事にしていいです。大事にしていいです。真ん中の部分の時、はい、真ん中に4枚4連続の形って強いんですけど、2345とか4567とか4連続の麻雀って強いんですけど、それの次に強いのがこの6778とかなんですよ。真ん中2枚のやつはやっぱ超強いんだ。2メンツ作るとき強いんですよ。なるほど。そうだからこれで言うと一数ピンかリャンウッパーピンか6級ピン引いたらすごいいい両面が作れるんで、ピン図はいじれないんで、そういう意味で僕は、そう僕はね数万とか打っちゃうんですけど、数層とか数万か数層打っちゃいます。はい、わかりました。はい、ちょっとそれは難しすぎるんですけど、はい。あともう一個よくあるのがこの334とか455とか、うん、しょっちゅうこれがいっぱいになっていくんですよ、うん、あーわかりますわかります。これがいつもなんかまたこれになってきたみたいな。基本またこれ増えてきた。わかる。毎回これ基本的には、この中で一番いい両面とかを決めていくのが一番いいんですね。で、さ、今マンズが334じゃないですか。はい、で、ソーズが455じゃないですか。で、赤ウソを使ってソーズの3と6が場に1枚も出てないんで、だから3と6が一番いい。8枚待ちがあるから3も4枚、6も4枚あるから、そういう意味ではソーズの5を切るのが一番なんかこう表面上のロスはないんですよ。はい。そう、もうなんかこう334ってなった時に、うんうん、3を切るのか4を切るのか、わかる。どっちなんだろう。わかる。うん。それはね、両面の形がすごく強い両面なら両面を切るって覚えとけば大丈夫かな。はい。わかりました。この町になったら嬉しいっていうのをまず決めちゃうんですよね。はい。他に例ないかな、どっかに。なんか多分後でも出てくるんで、ちょっと進めてみましょう。何二曲日本バー。六巡目ですね。六巡目。あ、これか。これが、それの一個あと、これこれこれ。これがね、はねるちゃんね、はい、すごく大事。うん、ここで、はねるちゃんはリャンズを切ったの、竹の2切ったんだけど、そうですね、ここはね、ロースを切ってください。そうなんだ。これが、次にまたロースを切ってるんだよな。ってことは、これね、あのね、これが、その僕がさっき言った、うん、迷った時、112と566で迷ったら、うん、いい方を固定するの。これ6を切っておけば、イーソーと急走ポンしてドラも使いつつ両面になるのね。そう、これ2切っちゃうとイーソーとなんて言うんだろう、ローソーポンした時にウーソーが出ちゃうのよ。そう、本当だって、同時切ってるっていうね。そう、その次で、あとはメリットはローソー切っとくと三蔵チーした時にも両面になるっていうね。確かに本当だ。はい、この辺がね、最初さっき言った、そう、566とか何かを悩んだ時は、自分が一番いいと思うところをまず固定しちゃうのが一番いいです。はい。なるほど。だから、確かに。はい。結局こうしてるんだもんな。ちょっと待って。そうだね。だから、切り順としては、最終形は一緒になるんだけども、その間に三蔵がもし入ってたらひどいことになっちゃったっていう話なんだよね。はい、うん、それだけ。はい。あとは大丈夫だよ。そう。ここが唯一なんか本当にノータイムですって言ってたんで、多分ここの知識はまだなかったんです、ね。オーケー。はい。そうですね。これで今日一歩前進。そうだね。うん。これは確かにってなった今。じゃあちょっと見ていこうか。他も。
チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。